お前崎文頓基地 J,FPS-2 レーダー J,FPS-2 は航空自衛隊の警戒管制レーダー装置。レーダーサイト用の大型固定3次元レーダーであり、F3D 改めとも称される。製造は日本電機。昭和30年代中盤の日本のレーダーサイトでは、捜作レーダーと速高レーダーという2種類のレーダーの組み合わせで目標機の方位、距離、 高度を測定していた。その後、第二次防衛力整備計画において、自動警戒管制組織が導入されるのに合わせて、これらの機能を一機で実現できる三次元レーダーの導入が図られることになり、1972年より JFPS-1 の運用が開始された。ただし同機は、複数のアンテナで受信した信号の位操作から高度を、 算出するという独自の方式を採用しており、探知距離や速攻精度に優れるというメリットはあった。ものの、アンテナが巨大になるほか、送受信装置や、信号処理装置など、システム全体も大規模なものであり、一部の、狭硬なサイトには、設置が困難であった。また、遠距離探知能力を優先したために受信感度が良い、反面で、電波妨害を受けやすい。 速高データ確率の際に異常速攻が発生しやすいといった問題も指摘されていた。そして大港分遁基地のレーダー乾燥にあたりシステム規模の問題が顕在化した。同基地はオペレーション地区の地積が狭隘で大規模な施設工事が困難であったことから F3D に代わる3次元レーダーの導入が本格的に検討されることになった。 新三次元レーダーには、このように地石の強いなサイトへの設置に対応すると、共に、脅威の変化への対応、電子技術等の急速な進歩への追随などが求められた。1976年12月に、機種選定が行われ、移動警戒管制レーダー JTPS-100 をベースにした日本電機の案が採択された。これによって開発されたのが本機である。 蒸気の経緯より、本機は JTPS-100 をベースとしており、技術研究本部による技術開発を経ることなく、直接調達によって導入された。優れたエクセム性能、クラッター抑圧性能、信頼性の高い探知、速攻性能を有していたほか、整備性にも優れていた。また空中線部を含めて、 システムがコンパクトであったこともあって、F3D と違って、既存のレーダータワーに、軽易な回収を加えるだけで設置でき、レドームも、既存のものを、使用可能であった。なお、空中戦は JTPS-100 と、同じく、パッシブフェーズドアレイ型であった。蒸気の経緯もあって、初号機は大港分屯基地に設置されることになり、昭和52年度末に、 契約54年度末に、領収1980年4月からの実用試験、及び9月からの運用試験を経て、同年12月より運用が開始された。その後、ほぼ1年に1期のペースで完走が進められ、平成2年度までに11個のサイトに設置された。しかし2000年代になると、性能の陳腐化が進み、一部は J。 FPS-5 に更新されたほか、新型の J, FPS-7 に更新を進めている。Wikimedia Commons には J、J, FPS-2 に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。